人をご紹介しましょう、はい、まずチャンピオンからご紹介します。チャンピオンは左が鋭い万能タイプのロベルト・ガルシアです。ホームタウンはアメリカ・カリフォルニア州サンペドロ、年齢は23歳です。92年日本で行われました WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、ヘナロ・エルナンデス対武田正明戦の前座で人の務めに2回 KO 勝ちでプロデビューしました。95年にジュリアン・フィーラーに判定勝ちし、空位の北米スーパーフェザー級タイトルを取り2度防衛に成功します。そして今年3月ハロルド・ウォーレンに大差で判定勝ちし、空位の IBF 世界スーパーフェザー級タイトルを獲得しました。今回が初防衛戦、タイトル獲得以来7ヶ月ぶりの試合となります。戦績は30戦全勝、30勝のうち23の KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。チャンピオンガルシアのスパーリングパートナーも務めたことのある強打のサウスポーラモン・レドンです。ホームタウンはキューバのハバナ、年齢は33歳です。95年ダリル・ハーモンに1回 TKO 勝ちでプロデビュー、96年プロ2戦目でアルフォンソ・アルカラスと3回負傷引き分け、その10ヶ月後には2度の世界タイトル挑戦の経験を持つアービング・ミッチェルに1回 KO 勝ちしています。セコンドにはやはりキューバ出身のイスマエル・サラストレーナーがついています。このコンビで世界タイトル獲得を狙います。戦績は13戦12勝1引き分け、12勝のうち9つの KO 勝ちがあります。はい、若きチャンピオンかキューバからのチャレンジャーか、まもなくゴングです。はい、ということなんですけど、まあ、日本でデビューしたガルシアなんです。私ですね、見てるはずなんですけど覚えてないんです。あまり印象に残らなかった選手だった。まあ、小泉さん覚えてらっしゃいますか。私は見てましたね、はい、だからあの試合ちょっと硬くなって、その相手のパンチ受けてたんですけど、はい、やはりですね、アメリカのオリンピック予選 の、 その最後いいところまで残ったっていうだけあってですね、パンチはありましたね。というただやや小柄な感じがして、これで、まあ、ジュニアライト級、すなわちスーパーフェザー級でやっていくんだったら、はい、どうかなと思ってたんですけど、世界チャンピオンになってしまいましたね。何でもちゃんと見とかなきゃダメですね、どの選手のデビュー戦でもという教訓を得ました。はい、はい、早速ご覧いただきましょう。この試合も先ほどと同じです。10月24日アメリカニュージャージー州、アトランティックシティトランプタージマハールで行われました一戦です。どうぞ。From Donald J. Trump's Taj Mahal Casino Resort here in Atlantic City, New Jersey, America presents, in association with your undisputed, undefeated King of Beers, Budweiser, is proud to bring to you World Championship Boxing, sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr. This belt is also sanctioned by the International Boxing Federation President Robert W. Lee.IBF Supervisor ringside Daryl Peoples. The three judges assigned scoring this bout on a 10-point must system are Robert Cox, Joe Garcia, and Steve Weisfeld. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Eddie Cotton. And now, ladies and gentlemen, from the Trump Taj Mahal of Atlantic City, New Jersey, 12 rounds of boxing for the IBF Junior Lightweight Championship of the World.Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white and weighing in at 130 pounds. His professional record, a perfect 12-0, 12 victories without a loss, 9 knockouts to his credit. Fighting out of Las Vegas, Nevada, here is the undefeated number one ranked challenger in the world, Ramon.挑戦者です。ランキング3位キューバラモン・レドン。 Across the ring, fighting out of the blue corner, wearing black, trimmed with gold letters, also weighing 130 pounds, and also with a perfect professional record, 30 victories without a loss, 23 by knockout. He comes to us from Oxnard, California. Ladies and gentlemen, presenting the undefeated IBF Junior Lightweight Champion of the WorldRoberto Granpa Garcia。 今回が初防衛戦になります。チャンピオンロベルト・ガルシア、30戦全勝 23KO 勝ち。一方の挑戦者レドンは
14戦目にして初挑戦になります。こちらは14戦目、12勝 9KO1 分けです。さあ浜さん、はい、どこに注目されますか。まあ、このチャンピオンガルシアは、まあ、デビュー当時から私ずっと見てましたから、その時にはステパンチのない選手だったんですね。全部ブンブンいくと。そうです、全部当てるパンチ、はい、そして、まあ、若干パンチ食うところはありましたけど、近い将来世界ランカーにはなるなと思ってていたんですけどね、はい、世界チャンピオンになったんで、まあ、予想以上想像以上に強くなったところを見たいですね。クロントランクスがそのチャンピオンです。日本デビューを果たしましたロベルト・ガルシア、日本デビュー戦を行いました。それから、まあ、そのデビュー戦を入れて3試合は日本で行っています。一方シロントランクスがキューバのラモン・レドンです。この、まあ、国籍はキューバです。ボートでアメリカに亡命してまいりました。キューバには12歳のお子さんが残っているそうです。おっと左を振っていきます。まあ、ご存知のようにキューバとアメリカは国交現在断絶状態であります。そのロベルト・ガレシア対ラモン・レドンの一戦。まあ、この白いトランクスのサウスポーのレドンの方ですね、はい、ちょっと申し上げたいんですけど、リングアナウンサー1位って説明して字幕には3位載ってるんですけど、そうでした、はい、これはですね IBF ランキングがですね1位2位をアンランクとランクしてないんですよ。なぜですか。これはそのなんか政治的理由があったんですね。1位 その権利っていう指名挑戦権、そこでですねこの3位をですね結局この試合の時には1位にしたんですよね。ははなるほど。だから公式にはこれは3位だったんです、はい、ところが工業上これはもう1位扱いでやることにしたんですね。なるほど。というのがシロントランクスラモン・レドン、キューバ人です。身を出していきました。だけど世界ランキングの1位2位が空白っていうのもちょっとおかしいと思うんですけど ね、 まあそれは事実なんですね、はい、ガルシアは日本でプロデビュー以来アメリカの大手プロモーションを渡り歩いています。トップランク、それからドンキング、メインイベント、現在が進行ながら勢力が広がっています。アメリカプレゼンツに所属していますロベルト・ガルシア。この興行自体がアメリカプレゼンツの興行であります。ところがメインイベント社とアメリカプレゼンツがですね訴訟になりましてらしいですね。このガルシアの権利はあの契約が残ってるんだ、はい、いやもうそれはもう向こうだから自分たちはその契約したんだ、ええ、まあそれはどうなんでしょうかね。ともかくこれアメリカプレゼンツのその興行に出てますよね。右のストレートを打っていきました。まあ、その契約のトラブルが原因で7ヶ月の試合のインターバル、まあ、ちょっと長めのインターバルが空いてしまいました。ロベルト・ガルシアであります。浜さん、ここまでどうでしょうか、はい、両者、うん、挑戦者のレドンいいですね。ああそうですか、うん、いい追い込み方してますよ。この今の追い込み方だと左ストレートをまとめに入れ切れるスタイルで言いますね。なるほど。ですからガルシアの方は左ストレート食いそうな位置ですよ今。ははこのシロントランクス、レドンはあのイスマイル・サラスコーチが後ろについています。もう少しサイドへ出た方がいいですね。どちらですか。そのガルシアの方ですね。あ、そうですか。クロントランクス、ガルシアのパンチでゴンが鳴りました。第1ラウンド終了です。1ラウンド目はこの挑戦者レドンのラウンドですね。はい、こちらがレドンのコーナーです。チーフセコンド入ってるのがですね、はい、まあ、日本のボクシングファンもおなじみのですねあのイスマイル・サラスですね、はい、あ一番上に出てますね。まあ、タイ国でですね世界チャンピオン5人作ってですね戦争プルンチット翼体とかですね、はい、あのピチットとか、してその後日本に来て井岡選手あるいは坂本選手ですね、はい、いてカデビジムにいたんですけど、まあ、アメリカへ渡ったんですけれど、はい、サラストレーナーっていうのをですね日本のボクシングファンちょっと評価がですね、はい、低いと思うんですよ。というのはですね、そのキューバのアマチュアのボクシングチームですね1軍2軍3軍4軍ぐらいまであるんですね、イスマイル・サラスっていうのはもう超一流の選手を見るその1軍トレーナーなんですよ。国家トレーナーなんですよ、ね、でパキスタンへ教えに行ってでそこからタイへ、まあ、亡命したんですけど渡ってそれからその日本へ来てアメリカへ行ったんですね。そうなんですか。キューバでもですね、その A クラストレーナーっていうのは数少ないんですよね。なるほど。そのイスマイル・サラストレーナーがついているということはこのレドンかなりの有望格と言ってもいいんではないでしょうか。まあ、昔教えたそのカサマヨルとかですね、はい、
ディオベアルス・ウルタド、そういった選手はですね、このイスマイル・サラスのコーチを受けてた選手らしいですね。ああ、そうなんですか。あのこのレドンも実際アマチュア時代にちょっと指導を受けたことがあるらしいですね。そうですね、まあ、そういった関係からこの亡命してきましたアメリカの地で2人が合体したわけでしょう。これはプレッシャーを受けてるんですか、浜さん、受けてますね、チャンピオン。まあ、このラウンドの出だしはガルシア左に回ってるんですね、セカンドの指示でしょう、おそらく。どうですか、この左回りというのは。いや、左回りいいんですよ、はい。そうするとレドンの左ストレートが狙いにくくなりますから。なるほど、はい。ただあのレドンのですね、右のガードが高いんですね。それが随分やりにくさを増してますよ。確かに高めですね、高いんで、ガルシアも左を出しにくいんですね。全部出してきました。あの回り方を右回りするとああいったのが飛び上がった。ああ、飛び上がった抜群のタイミングです。そうですね、いい左ストレートだったですね。タイミングといい、角度といい。チャンピオンロベルト・ガルシア早くもダウン。第2ラウンド、新チャンピオン誕生になるのか。さあ一気に来ます、キューバ人ラモン・レドン。左のストレート、左もう一回、右ストレート同時に、打てばいいんですね、さあコーナーに打ちました、ボディブローです。相手の左と合わせて同時に右打てばいいんですけどね、狙うですね、左ね、狙うですよ、左連打ですね。さあ左連打、レドンは左相当自信持ってますね。もう一回来ます、その合間折を見て、そしてボディに打ち込んできます。レドンはですね、これアップも使うべきなんですね、はいはい、上からかぶせるパンチばっかりなんです、下から打って起こして、そして上からかぶせて、下から起こして、そうするとですね、はい、もっと左が効果的に当たりますね。これはこの後この無敗対決ものすごい一戦になりそうです。これが31戦目、30戦全勝 23KO、 77% の確率、ノックアウト率はガルシアチャンピオン。コロントランクスはガルシア、先にダウンを奪われました。残りわずかです。第2ラウンド打ち下ろし、おーとちょっと腰を下ろした時バランスを崩しています。ダックスキューの格好になりました。おー、左相当左に自信持ってますね。オーバーハンドレフト、コデコングです。第2ラウンド終了です。ダウンがありました。10対8ですね、はい、キューバからやってまいりましたラモン・レドン、まあ、ボートでアメリカから亡命してきたということなんですが、キューバはやはりこういった状況のプレイヤーがあるいは選手が多いようです。その中でやはりハングリー精神、まあ、簡単な言い方ですがそういったものを浜さんおそらくやっぱり持ってるんでしょうね。そうですね、まあ、ですけどそういった選手というのはやっぱり逆境というんですかね、苦戦しても強いですよね。そうですね、特にお子さんがまだキューバに残っているということでやっぱりこう出世してというかチャンピオンになって迎えに行きたいという気持ちがありましょう。ガルシアちょっと頭の中赤かったですね、ちょっと頭の中切ったのかも分かりませんね、はい。さあ第3ラウンドです、まあ、このボクシング界だけではありません。アメリカは大リーグプロ野球の中にも、キューバ亡命選手で活躍している選手がかなりいます。フロリダマーリンズのリバン・エルナンデス、それから、ヤンキースに来ましたオーランド・エルナンデス、このエルナンデス兄弟というのも、大リーグ2年続けて交互に活躍した選手、こういった選手も輩出しています。キューバです。中身やはりその共通しているところがハングリーであるというところです。さあ詰めていきました、左を合わせるというこの白のトランクスラモン・レドン。ただアメリカへ来たその亡命したキューバ選手ボクサーですけどね、はい、2通りあるんですね、伸びるタイプと、はい、その没落しているタイプ。それはやっぱり速度が合わなかったということですか。いや、落ちていくタイプはですね、アメリカの自由にその今まで、まあ、社会主義キューバでその、まあ、貧しくて、その抑圧されていたのが急に自由になって堕落してしまうという感じ、ね、そうなんですよね。自分を崩して身を持ち崩してしまう。一方このロータスでするとまあ酒とバラの日々にその浸ってしまう、一方成功する選手っていうのはですね、はい、そのハングリーさを持ってですね、そして
もっとそのリッチになってやろうってそういうハングリースピリットを失わない選手ですね。要するにアメリカンドリームですよ ね、 そうですね。成功するものあるいは自由に溺れてしまうもの両極端だということですが、さあラモン・レドンはここまではチャンスをつかみかけています。実際これがチャンスの舞台であります。血流してますね。あそうですね、チャンピオンガルシア流してますね。右の方を伝え始めています。やっぱりこれ頭の中で見てるんですね。そうでしょうね、まあ、ですから前、まあ、あの目じゃないんで、はい、視界が悪くなることないですけどね。なるほど、はい、とにかく左に自信を持っているようです。ラモン・レドン左の連打を使います。残り40秒を切ります。ただレドンもやはりあの倒した左を狙ってますね。ちょっと手数が少ないですよ。なるほど。逆にガルシアの方はですね、これ手出さないともう本当倒されるっていうんで、結構細かいパンチ出してますよねこのラウンド。はい、チャンピオンが先にダウンを奪われています。 IBF 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチです。右のストレート。このガルシアはあのデラホーヤがキャンプを張るところで有名なビッグベアでキャンプを張ったそうです。ロベルト・ガルシア十分の体勢で臨んできては来ているんですが、立ち上がりあまりいい立ち上がりを見せることができませんでした。第3ラウンド終了です。私はこのラウンドはガルシアにつけますね。そうですか、はい。まあ、レドンの方がプレッシャーはかけてるんですけど、有効なクリーンヒットはそれほど多くないですよ、というのはですね、やはり倒したあの左で倒してやろうっていう気があってですね、狙ってたんでしょうね。はい、こちらがレドンです。立ち上がりました。ラモン・レドンにはイスマエル・サラスコーチ、そしてロベルト・ガルシアにはエデュアルトレーナーがついています。メーベンツの時はルー・デュバがついていましたけれども、現在はあそこのプロモーションとは手が切れています。まあ、サラスコーチはもう行くのは今だと、ええ、葉っぱかけてますね。さあどういう攻撃を見せますか。あ、また手が出始めました ね、 そうですね。最後の連打、トレーナーにあの勝つために勝つ入れられたんでしょうね。なるほど、はいはい、さっきも言ってらっしゃいましたね、はい、右を出しました。無理にはいきません。よく様子を見ます。おっとアッパーから、今の左アッパーからがいいですよ、最初のバルと言いましょうか。左のコンビネーションを使いました。左フック返した。さあガルシアの反撃か。左を使います。クリンチの状態ですが左を打っていきました。レフェリーはエド・コットン、イルスレット・オート、左を合わせました。サスポーのラモン・レドン、ガルシアも踏みとどまりまして打ち込んでいきます。今ガルシアは先手に変わってきましたからね、いいことですよ。先ほどまでは押されていましたけれども、この第4ラウンド特に目立って前に出てくるようになりました。先手先手で行くのはいいことですよ。押していきます。あー、ローブに詰まりました。そしてレドンのですね、はい、右のガードがちょっと下がってきましたよね。あ、そうですね。だから左フックをですね、その食いますよね。高めだった右のガードが若干下がり加減になってまいりました。挑戦者のラモン・レドン、少し合わせて右を返します。挑戦者レドン、白のトランクス。ガルシアは左のアッパーのチンですね、顎への左アッパー狙ってますね。お、左ストレート。サウスポーの右アッパーがその相手に当たるのと同じように、そのオーソドックススタイルの左アッパーの顎へのパンチが当たりますね。あ、効いた。また同じコンビネーション。今良かったですよ、良かったですよ、左良かったですよ。左のダブル、ボディから顔面、先ほどと同じコンビネーション、これはヒットします。あ、今いいですよ。ちょっと動きが後退した、なんでそこが、どうしたんですかね、効いてるのに何かが投げ込まれた。え、いや、違いますね、マウスピース落とした。マウスピースですか。ここでタイムというのは、これはロベルト・ガルシア、ちょっとそがれますね、起点を。さあ、勢いが少し止まりましたが続行されます。だからマウスピースはあったものをつけないと、せっかくのチャンスの時にポロッと落としてですね、レフリーにああいう風に止められるとチャンスが消えてしまいますもん ね。左を出しました。左がヒットしました。あ、おっとダウンか。その前のですね、左の手効いてましたね、はい、
返しています。ダウンの前の左フック効いたんですね、あれ。なるほど、はい、これはブロックしています。第4ラウンド終わりました。今度はチャンピオンがダウンを奪い返しています。10対8ガルシアですね。いや、浜田さん、はい、予想通り壮絶な感じになってまいりましたね。まあ、出だしガルシア危ないかなと思いましたけど、今は相当有利になりましたよ。よく立て直しました。レドン効いてますから、はい、キューバから、まあ、キューバから亡命してまいりましたこのラモン・レドン。あ、そうなんですね。もうこの時はだいぶバランスが崩れてたんですね。ですからその前の左フック効いたんですね、はい、これが効いたんですね、はい、この左フックがこれですよね。ということは レドンはパンチはありますけど打たれ弱いところありますね。あ、さあ第5ラウンドです。 IBF 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチです。強烈な左フックということではなかったんですけど、打たれ脆いということは力む必要ないですよ。やりかねきよ、チャンピオンが、あっと、やりかった、やりかった、ね、あの左アパッチでしたね。効果的です。サイの服を返していきます。ミラパ、ミラパ、ダウンだ。嵐のような攻撃を見せます。キューバ人をハリケーンで倒しましたロベルト・ガルシア、まさに暴風。さあまだ続きます。大きなチャンス、ノックアウトのチャンスです。第5ラウンド、チャンピオン、この挑戦者から2つ目のダウンを奪っています。チャンピオン、相手のパンチは効きません。もう効かないですね。やれっぱ、やれっぱ、あとは倒すだけだ。サンスクロス、ああ、右のショートです。ダウン、試合終了か。カウントに乗ったのか。あ、取りました。試合終了です。試合終了です。ロベルト・ガルシア、このラウンド2度目のダウンのダメージ大きいですね。はい。ここでストップっていうのは妥当ですね。第2ラウンドのダウンを跳ね返しました、チャンピオンロベルト・ガルシア。これは浜田さん嬉しそうですね。いや嬉しいよ、いやダウン取られた後の逆転勝ちですからね、はい、キューバ人の夢を打ち砕きましたチャンピオンロベルト・ガルシア、初防衛に成功です。やっぱりこのレコードにたがわないいいパンチ力持ってますね。パンチありますよ。チャンスどころですが、かなりのパンチの数打ち込んでいきます。チャンスのところこれだけバランス崩しながらでも打っていく攻撃力は、いいもの持ってますね、あの浜田さんがおっしゃったデビューの頃は捨てパンチがなかったっておっしゃってましたけど、この辺はまさに捨てパンチなんです。全部決めに行くパンチですね。そうですね、まあ、決めどころですからそうなんでしょうけども、これぐらいを無理してでも倒しに行くという姿勢というのはいいところですね、日本でデビューを飾りましたロベルト・ガルシアがその無敗を守りましてチャンピオン、そしてさらに初防衛に成功しています。やはり KO 率の高い選手というのはそのチャンスにグワッといきますから、やはり思い切りがいいですよね。5ラウンド58秒 TKO ですね。ロベルト・グランパ・ガルシア、初防衛に成功です。ロベルト・ガルシア、それでは試合結果を確認してみましょう。倒し倒されの激しい打撃戦となりました。最後は若さにものを言わせたロベルト・ガルシアが逆転勝ち、5ラウンド TKO で王座を死守しました。